廃棄神妙伝。竹細工とは、上柴先生の提唱した合気道の根本思想であります。そして彼は合気道とは天寿の真理にして竹細工の合気の妙用であると。続けて彼は、我が神帝による竹細工とは絶倫の日本の武である。しからば身辺自在神通千変万化の技を生み出すのであると。ああ、この幻想的で人を酔わせる言葉、分かったようでて分からないこの日本語の難しさ。そしてまたその原理は全ての武道の根源でもあると。ここまで言われればもう絶対にその方法を得得したいと思わない者はいないでありましょう。私はこの上柴先生の幻想的でとんでもない合気の原理の千変万化の技を生み出す原理に注目して、長年にわたる海外在住の指導経験とたゆみない日本武道の研究を通して、これを一つの学問として体系づけ、その原理を解明したのであります。そして現在これに賛同する国はスウェーデンをはじめとして、イタリア、フランス、イギリス、ポルトガル、フィンランド、そしてロシアであります。